餌付けとは、野生動物、あるいは野生由来の動物に、人為的な餌を食べるように仕向ける、あるいはそれに慣れさせることである。目的は餌を与えることそのものか、それによって人間に対する警戒を緩めさせることに、ある。野生動物に対する場合と、飼育動物に対する場合がある。2021年3月2日、特別地域と、 集団施設地区で熊や猿などの野生動物に餌付けをすると罰金を課せられる自然公園法の改正案が閣議決定された。国会で成立すれば来春から施行される。野生の動物に人為的に餌を与える場合というのは様々な場合がある。害して野生の動物は人間に警戒心を持つから人為的な餌はすぐに受け取られるとは限らない。 しかし方法を選び、時間をかければ、次第に食べるようになる。これが餌付けである。しかし、同時に、人間への警戒心が低下したり、接触に関する行動が変化するといったことも起こる。それらが、どのようなことを生むかは、状況次第である。なお、単に動物に餌を与えるという意味では、休児という語もあり、意味はやや異なる。 給仕は単に餌を与えることであるのに対して、餌付けにはそれを介して、人に慣れさせる意味合いが強い。ただし不要意な給仕は、餌付けと変わらないため、両者の区別は微妙である。大きく場面を分けた場合、飼育家の場合と野生状態の場合がある。野生の動物の飼育を始める場合、動物にとっては、全く異なった状況下での生活が始まることになる。 その際、餌を食べさせられるかどうかは飼育開始時の大きな関門であり得る。特に哺乳類や大型鳥類など心理的に発達した動物は精神的ストレスで餌を取らないケースがあり、極端な場合はそのまま菓子に至る。あるいは特殊な餌の取り方をするものでは、飼育下でそれを再現できないために餌を取れない例もある。両生類や爬虫類では、 餌が動かないと食べない例もある。生き家を常に確保できればいいのであるが、簡単ではない。また、飼育して確保できる生き家があっても、同じものばかりでは飽きられる例もあり、このような場合には、人工飼料など、より入手しやすいがすぐには食べない餌を食べさせたい。このような餌の変更の場合にも、餌付けと言われることがある。大抵は初めは、 生き栄と一緒に与えるなどして鳴らせる。手から餌を取る土場とさらに、単に食べさせるだけでなく、人間の手から食べるようにさせるのを餌付けという例もある。水族館などでこれを行い、観客にその様子を見せる、餌付け賞を行っている例がある。野生動物に対して、餌付けが行われるのは、大きくは二つの目的がある。給仕による保護を目的とする場合と、 観察を容易にするためである。希少動物に対して餌を与えて保護を行う場合がある。この場合、あまり人為的な形態を取らないのが普通で、特に近年ではこのような配慮が強くされるようになった。それでも、野鳥関係などでは鳥の目の前で餌を撒くような簡単な手法が取られる例が多い。日本猿の餌付け動物を観察しやすくすることを目的として、 餌付けが行われることもある。むしろ餌付けという言葉が似つかわしいのはこちらかもしれない。餌でおびき寄せてその姿を見る、あるいはそれによって継続観察をする。科学的な研究のための場合もあれば、見物のための場合もある。特に観光のための場合もあり、これは別に講述する。以下のような例が有名である。 動物に餌をやることはそれによって集まる動物を見物する目的で行われる場合もある。餌をもらいに集まる鳩の群れ公園で鳩に餌をやるのは日本ではごく普通に各地で見られる。そのための餌を販売することもあちこちで見られ、観光に一役買っている。同様に小鳥に餌を与えて呼び寄せることは世界各地に見られるようである。オーストラリアの公園では、 インコ類の群れが集まって、大変やかましいらしい。その他、泉鶴虎市に見られるように、渡り鳥の虎市で救助を行うこともあちこちで、行われている。海洋リゾートでは潜水ツアーなどで餌を与えて、魚を集める例はよくある。特殊な例としては、タイ、タヒチのボラボラ島やモルディブ、タヒチなどでサメや、エイ、ウツボなど、特殊なもの。 危険な魚を餌付けしてあり、これを見せるのが有名である。歴史上では、野生動物を家畜化するために、長期間にわたり、餌付けをして、人間や人間社会に慣れさせていった例もある。犬がその典型例だと言われており、狼に長期間にわたって餌付けをすることで人懐っこい狼の個体群が形成され、その個体群が犬の起源になったと言われている。 こぼれたイチゴミルクを飲むリス。野生動物被害との関連で問題になっているものに、意識しない餌付けがある。例えば果実畑において、出荷されなかった果実を畑の片隅に放置すれば、動物がこれを食べに来ることが考えられる。その結果この果実はその動物の餌のリストに加えられ、また畑は採食の場と認識されることになる。結果として、 畑の作物で餌付けをしたのと同じことになるであろう。また、過疎によって、人目が少なくなったことから、お墓のお供え物や庭先の蠣ゴミ捨て場の残飯なども動物が食べに来やすくなったことも、このような効果を持つ。また、例えばキャンプの際の食物ゴミなどを網に放置すれば、これも動物が食べることがある。結果として、人間のそばに、 餌があることを動物が学習すると、それがクマであれば、クマが人間のいる場に接近する原因となり、ひいては接触による事故を増加させる恐れがある。そのため、自然公園などでは、食物や残飯の処理に注意するように指導されている例がある。飼育下でこれを行う場合は、さほど問題はない。目的が飼育であるから、その成功のためには、あらゆる方法が試されていい。 ただし、野生動物を一時的に保護した場合など、野生に戻すことを前提とする場合、それによって行動などに変化が起きることは避けなければならないだろう。野生動物の場合、問題は大きく多様である。日本においては、基本的には、野生動物の餌付けをすることには、何ら法的な問題はないが、上記のような問題を引き起こす危険があり、それに対する配慮と覚悟は、 持っているべきであり、気軽に行うべきではないであろう。もっとも、地域によっては、条例で餌付けに規制がかけられている例もある。栃木県日光市や福島市や群馬県みなかみ町では、猿への餌付け、神戸市ではイノシシへの餌付け、東京都荒川区では野良猫への餌付けが条例で、規制されている。また、餌やりにより、集まってきた動物が糞をまき散らすようになるなど、 近隣住民が迷惑をこむるケースも多い。鳥が相手の場合、人は恋に餌やりを行う感覚で餌を気軽にやってしまう傾向が強い。日常レベルでも鳩に餌を撒いたり、池のカモに餌を撒いたりという風景がごく普通に見られる。これらが餌付けかどうかは議論が分かれるかもしれないが、他の動物に対してはまず見られない景色である。一部では、 餌付けと給仕を区別する議論もある。ボランティアや一部の環境団体、観光目的の地元団体が掲げるには、餌付けは動物を寄せて楽しむ行為であり、それに対して給仕は動物の保護を目的とするものであり、自然保護の一環であるとする。しかし、その例とされる、泉鶴とライチの状況を見ても、その餌量は膨大であり、それが、 人為的影響を大きく与えないような配慮とは考えがたい。いずれにしても、渡り鳥が経流する故障の COD、BOD は餌の食べ残しや糞で、その許容量を超え、故障の水質汚染の原因にもなっている。近年温暖化も加えて、渡り鳥の繁殖量が増加し、このような問題が表面化してきている。なお、冬場の田畑に、 渡り鳥が経流する場合は、もみや害虫、水路の藻を食べてくれる、糞が落ちた旗の窒素元になってくれるなどの液腸の面もある。このことからも、餌付けによって渡り鳥を呼び寄せるのではなく、元から田旗にあるに、自然物による利用など里山の環境保全によって渡り鳥を呼び寄せる方が、はるかに環境負荷も少なく適材適所に問題点も解決できる。 さらに、問題をややこしくしたのが、鳥インフルエンザであった。遠距離を移動する渡り鳥が病原体の移動に、関わる、可能性から、2007年、あちこちの自治体で、渡り鳥の餌付けを中止、あるいは、それを行う団体への中止申し入れなどがあった。このことで、餌付けの是非が議論されたが、それは餌付けそのもののあり方を問題としたものでは、なかった。 このように鳥類の絵付けは環境汚染の一因ともなっていることから環境保護とはかけ離れている現状がある。他、餌やりによって鳩などの憤慨に悩まされるようになり注意したところ逆に餌やりがエスカレートするようになったとして裁判沙汰となり餌やりをエスカレートさせたことが注意した住民に対する嫌がらせと認定され、 一定範囲での餌やりの差し止めと医者料が認定されたケースがある。20年間アラスカで野生動物の写真を撮り続けてヒグマに対して愛情を持ち修正を熟知していたベテランカメラマン星野道夫が平成8年ロシアカムチャツカ半島クリルコでのテレビ番組の取材に同行した時テントの中で睡眠中ヒグマに襲われて死亡したケースが有名である。 彼を襲ったクマは、テレビ撮影を目的として、地元テレビ局のオーナーが餌付けしていた個体であることが、判明している。通常野生のクマは、人を恐れて、一定の距離を保とうとするが、問題の個体は人を恐れずに近づいてくる異常な、行動を見せていた。死亡事故が発生する1週間ほど前に、一行がその個体と遭遇した時、大声を上げて威嚇してもひるまず、 逃げようとしなかったため、石を投げて追い払った後で、星野道夫は嫌な奴だなと呟いて、その不自然な挙動を指摘していた。人間との距離感が麻痺してしまった野生動物との遭遇は、事故が起こりやすい。保全生態学の観点からは、保護を目的とする絵付けはあってはならない行為である。この分野では、そこに存在する。 生態系そのものを守り育むことを目指す。その視点に立てば、餌付けは単にある動物だけを選択的に保護するだけでなく、対象とする動物とその餌生物の間の関係をも破壊することである。保護のために、その種を捕獲して人工的に飼育する必要がある場合には餌を与えることはやむを得ないが、その場合でも後に野生に戻すことを考えれば、 人から餌を受け取ることになれる餌付けという形ではなく、自然状態に近い給止法が模索されるべきである。このように、個人、ボランティア問わず、真に、長寿保護を考えて、行うのであれば、安易な動物への餌やりは的外れであると気づくべきで、ある。人間関係においても、食事をおごったり、食品を送ったりして、信頼関係を築くことを、餌付けということがある。 やゆ的な表現である。ありがとうございます。